柴犬ルル、赤い靴履かされた女の子。獣医さんに10種混合ワクチンの相談をしました。前回の副作用を踏まえ、命の危険性があるので10種類ではなく5種類か7種類にした方が良いのではないかと提案されました。10種類ワクチンは人間にうつる病気を防げるのですが、その病気の原因とはネズミが原因です。歩くときにネズミの尿がされているところを素足で歩いて、そこから菌が入っているから、そうなったら靴を履かせてしまえば、靴を履いて予防だ。結構大変なんだね、履かせるの。ルル、誰と戦うの？ボクシングの試合。ボクサーの、グローブみたいになってる。さあ、うまく歩けるかな？おいでおいで、ルルおいで。ちょっとなんかない？あります。ルルおいで。靴を履くことのメリットは、コンクリートは硬く、夏になると高温になるので、昔よりも足や足の裏に負担がかかっています。また、万が一、災害などあった場合、瓦礫などの上や荒れた地面を歩く際にも安心して歩かせることができます。はじめは、ちょっと足が浮く感じがするのか、歩きにくく、歩くのをやめてしまう子もいますが、少しずつ慣らしていくと、あっという間に履いていることすら忘れるほど慣れていくそうです。よし、よし、よし。よし。よし。あ、歩くの上手になった。ゆうちゃん上手になったね。おいでおいで。上手になったよ、ルル。ルーちゃん上手になったよ。おやつで誘って、おお、すごいよ、大前になったね。なんか音がおかしいんだけど、ちょっとね、音がかわいい。パッタパッタって、カチャカチャって言ってたのがね、パッタパッタってなるんだよね、ルルね。慣れてきたので散歩してみました。この撮影が終わり、すぐ脱がせました。弾んで歩いていましたよ。ルルの順応性に驚いたあなた、チャンネル登録よろしくね。